演舞開演。どうも、本日はこちら北海道ラーメン本当は食べ比べになっていくというものを食べてみたいと思います。北の三大ラーメン、函館の塩、旭川の醤油、札幌の味噌、この3種類が入っているようなんですね。中身は ラーメン茹で上がりました。いい色ですね、これ。ではここに、この3種類の味から、ここはシンプルに、まずは醤油ラーメンからいきましょう。このスープを、ここに入れて、お湯を注ぎます。今まで食べたことのないお醤油の風味があります。お醤油の風味がとっても濃厚で、口に入れた瞬間にまるで本物のお醤油を飲んでるようにして、それはまずいですよね。でもそれだけを思うぐらいの醤油の味が口の中にふわっと広がって、麺ももちもちしていて、ちょっと弾力があってとっても美味しかったです。これぞまさに醤油といった感じです。ラーメンというわけで、こちらも店主の方に入れてみました。旭川醤油、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、塩分。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。